特価事業の久保です今回はビットメックスで、えー、エ d ダコインを購入する方法を説明しますね。まずはビットメックスログインするとこのような画面になると思います、えー。入金というところですね。こちらですね。左側のタブがありますけども入金というところをクリックするとこちらにビットコインのアドレスが出ますね。URL が。えー、実際に、えー、お持ちのウォレットもしくはあコインチェックみたいな取引所で買ったビットコインを 送金するときに、この URL を、そのウォレットなり、コインチェックみたいな取引所の方の出金というところに貼り付けたり、QR コードを、こうね、撮影すると、このビットメックスの中に、ご希望のビットコインの金額が送金されて、こちらに入ってきます。そうすると、こちらにですね、ビットコインの入金額が出てきます。まあ私は非常に少ないんですよね。メインで使ってないんで。まあここに、入金されますので、 こちらで確認してください。で、次はですね、取引なんですけども、実際にエーダコインを買おうと思ったら、取引というタブを押します。はい、押すとですね、このような画面に変わりますね。で、その上、ビットコインを今持ってますけども、エーダコインを買う場合は、カルダノっていうところをクリックしますね。そうすると、カルダノのチャートに入れ替わります。ここで、ビットコインとカルダノの交換が可能になります。 そして、えっ、ー、と、今ですね、私が持っているビットコインと、あと、そのビットコインによって買えるエーダコインの個数がここにね、出てきますね。こちらに。で、こちらで数量の設定をして、買いロングというのを買えば、ビットコインとエーダコインが入れ替わることになって、要するにエーダコインが購入できるということになります。で、注意していただきたいのは、こちらのビットメックスっていうところの、その、このね、取引所の中でいろんな 体のエーダコイン他ビットキャッシュ、ダッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシックライトコイン、モネロ、リップル、テスラ、ね、G キャッシュとか交換できますけども、このビットメックスから外に出すときはビットコインにしてください。それ以外のあ通貨で外に出すことはできませんから、ダイダロスにここから直接行くということには今のところはなってません。ここではビットメックスっていうのはビットコインを入れたり、ビットコインを出したりすることはできます。 外部とのアクセスはビットコインです。で、内部でこちらにあるコインとの入れ替えができるっていうことですね。こちらをちょっと勘違いされないでください。でも、ビットコイン、エーダコイン、こういうのを使ってですね、きちんと利回りを上げることができるのは、ここでエーダコインに交換しておいて、エーダコインのレートがどんどん上がりますんで、これから。そしたら今度ね、ビットコインになって、ビットコインで外に出せば、間接的にでありますけども、エーダコインが、あ高値で、えー、売ることができる。要するに儲かるという形になってきます。えー、以上ですね。 えー、また分からないことがありましたら、ご質問をあげていただければと思います。それでは、失礼します。